ゆです。今日はマルシェに来ています。私も参加している規格外野菜を扱ったアップサイクルマルシェアンダーダトリー、前回行ったのが10月30日で、それが1回目だったんですけど2回目開催です。いや一番初めに言ったんです。一番初め YouTube1 本でしたから、 YouTube で密着で YouTube のカメラが入りますとしか言ってなかったんです。そしたらどんどん取材がフォーってありがたいです。広がった方がいいので、いろんな方に知っていただきたいんで、このフードロスのことは。いや密着のはずです。このマルシェと私のが密着のはずなんですけど、なぜか優先順位がなぜか下にされちゃう。ここじゃ映れる。すいません、私の YouTube なんですけども、手伝ってくれてます、あこちゃんね。フリフルっていう、あの熊本でフードロス削減の活動されている坂口龍也さんです。はい、フリフルの坂口です。よろしくお願いします。もうフードロスのことでわからないことがあったら龍也さん。普通のしめじなんですけど、コロナで学校が休校とかそういうのになって、出荷量が減少したやつですね。このえのきしめじで、こっちは規格外のブナしめじね、大きすぎて結局こういうのって物流費の方がかかっちゃう。商品代よりかはトラック便で契約できなかったりするんで、僕らで言うと大和便使うとか佐川を使うとかってなるんですけど、そうなると熊本から東京に送るとまあ大体2000円ぐらいかかってくるんで、商品代より高くなって、原価も東京の豊洲で仕入れ、普通の野菜を仕入れた方が安くなるっていうのがよくある現象で、なんでそれで合わないからもう畑に捨てるっていうのが。なるほど。やっぱその現地で一次加工とかして、はい、まあ、パウダーにするとかペーストにするとか、でその後になんかみんなで、わかんないですけどね、カレー作るとか、この間あのドーナツ、あ、そうドーナツ作るとか、たい焼きとか、そういうのがアップサイクルです、ね、そういうアップサイクルが本当に価値を高める、はい、そう、お客さん来たらめっちゃ忙しくなっちゃうなと。あ、いえいえ、話を聞こうと思う。パーコです。ピーター、フェッシュペーパー。俺映っちゃった。メイクのね、ホーリーです。すごそうな。私、シャークアタックの杉本と申します。千駄ヶ谷 と、羽田空港の近くに京浜島ってあるんですけど、そこでアンティークショップをやってます。フランス等のなんかマルシェの雰囲気って聞いたんで、ちょっとその雰囲気で合うので一応集めてみました。うわー、素敵ー。、はい、じゃあ、アンティーク、そう、一応基本的には全部ヴィンテージで。ヴィンテージ、ヴィンテージ、はい。かぶんない方、あと各系と形が、ポンポンとしてもでかい。そう、分かんないけど、あ、甘い、すっごい話じゃない。あのフードロスとかにご興味を持たれてやっぱり確かに高い。すごい漏れてますね、これ。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。だと私はすごく大きく見えるんで、あ、ごめんごめん。なんで黄色、確かにいちごカラー。お久しぶりです。すごい、すいません、めっちゃバタバタですね。あ、静か、こんにちは。さあ、静かはここの YouTube は初めてですね。初めまして。近藤静香ちゃんです。近藤静香です。メアリーのお友達です。あのキャンキャンの時代からなんで、はい、もう10年以上、15年ぐらいだね、きっと。そんな年。お。この静香と一緒にあの企画外のマルシェで、こう、まあ、たまたまばったり会って、その時に2人で、あ、なんとかしたいねって、このフードロスを、はい、って話をして、それがきっかけだね。それがきっかけで今日この日も、はい、この日もある。メアリー、ありがとう。いや、ありがとう。本当にいや、めっちゃ助かります。本当に行動に移してくれたから。いや、彼女も。いや、私は結構お人よしなんですけど。お人よし？お人よしや。どういうこと？あ、結構、なんか、あ、そういうやつみたいな感じ。いや
意外としっかりしてでたまに関西人そうでも静香すごい可愛い見た目なんですけど本当に意見をスパッとこう言ってくれる、あのイタリアで8年住まれた経験もあって結構スパーッと言ってくれるんですね、うん、もう違うよねっていうすごく頼れるんですいや恥ずかしい嬉しいそうで彼女は料理もすごくできて、ね、先生も、ね、先生もしてるんだよね、はい、先生もしたりしてますこの食材どうやって使っていいか分かんないとかこれだけ余っちゃってどうしようとか、うん、なんかそれで困って余る時があるじゃないですかでも、まあ、でも彼女がそういうレシピを提案してくれることによってそれを真似してこう料理してロスが防げたりとかするんですよすっごく大きな力、はい、ありがとう、はい、今後もどんどん提案していきたいと思いますお願いします先生、はい、もうメアリーはすごい優しい子なんですよ何これ、まあ、みんな知ってるよっていう感じなんだけど何鼻水る褒め合い中褒め合い今後もよろしくお願いしますお願いしますすいません私の YouTube なんですけどあそうなんです、ね、よかったらすごい、はい、ちょっと取材させていただいてもちろんですもちろんです嬉しいはい、めっちゃ嬉しいこちら、西内ひろさんです西内ひろですあの、縦書きは最近あのライフスタイルデザイナーって自分で言ってますかっこいいなんか恥ずかしいめっちゃ恥ずかしいんだけど今回はちょっと監修してるあのキギヌっていうブランドを新しくそう立ち上げたんですけど一応ローシルクっていうサスティナブル素材を使っていて蚕の中のガンを育たせた後の繭を使ってるんで普通は多分あの熱湯につけて殺しちゃうんですけど、はい、あの共存するものづくりをしたくて育った後のあの繭を使ってるので穴あき繭なんですよでそれをもう一本一本全部つなぎ合わせてるので、まあ、そういったところがこのちょっとデコボコした素材になってます穴あきそうなんですあえてタグ付きを着てるんですけどこのタグに秘密が隠されててあの土に還るあのペーパーでさらにこの中に種を埋め込んでるのでこれをあの水につけてもらうと発芽してくるっていう1週間後ぐらいからインスタで見てます育ってますよねそう育ってて今種から結構今7ヶ月ぐらいでようやくまだこれぐらいにしかならないんですけどすごいでもすごいそうでもなんか見た感じイチゴなのかそれこそイチゴだと思ったんですけどなんか春菊のような5つぐらい今育ってるんですけど、はい、じゃあ出てくるまで何かわからないって面白くないですかそうなんですよ着替えますかわいいあかわいいこれすごいセクシー一生ソロかわいい L サイズ女子も着れますよこれ動きやすいリラックスこれはめっちゃ可愛いけどこれあれですねもう移動とかでも全然移動でくわーめっちゃ可愛い写真撮ってもいいですかはいぜひ嬉しいめっちゃ可愛いありがとう可愛いですチェックしてくださいキーキーヌキギヌキギヌはいやだな美人に囲まれてまーすはいチーズありがとうございますなんか忘れてることないかななんか忘れたことがある気がする。じゃあ私友達にたい焼きをおごるって約束してました。友達どこだ。行こう。ありがとう。本当に素晴らしかったです。ありがとうございます。TKG の。はい、ありがとうございます。TKG、劇団さんの名前です。この間舞台見させていただいて。TKG で、それに出て、その舞台に出ていた。俳優さん、女優さん、あと演出もしている俳優さん。これは YouTube。はい、私の。可愛い。嬉しい。そう、あの舞台にカレーを差し入れしたんですけど、そしてそのお礼で今日来てくださったんです。ありがとう。何これ。何この。私は強そうな感じが、ね。こちらロスフラワーです。ロスフラワーです。ロスフラワーとはお花にも規格外というものがありまして、市場では半額になったり、もしくは市場に出せないお花たちです。その理由は例えば長さが足りないとか曲がっているとか小さいとか短いとかというのが主な理由です。ですがこんなにも華やかです。
綺麗だよね。例えばオレンジ色に育てていたカーネーションがオレンジじゃなく虹色に咲いたとしても、うん、その子はオレンジではないからオレンジカーネーションという名は付けられないから名もない花になってしまう。地上ではゼロ円になってしまうんです。普段なかなか咲かない花が咲くっていう話を聞くと、うん、すごくこう価値があるというか価値が高いものに感じるよね。だし、うん、個性があるっていうのは自然界では当たり前のことっていうか、それが自然なことだよね、うん、あなたは身長が低いからダメとか言われてきたんだよね。そう、なんか自分のことのように思えた。私もハーフだからとか言って言われてそれ思い出しました。言われた。うん、さんざん。でも、はい、個性って素晴らしいです。違うって素晴らしいなって思いました、うん。マルシェでお買い物してくれた方に引き換えチケットを渡して、その引き換えチケットでこのロスフラワーと交換できるという特典がありました、はい。豊田農園さん、とっても優しい豊田の花農園さん、うん、熊本の、はい、これあれだよね、あの提供してくださったんだよね、うん。実際私たちも足を運んで農園に行ったんですけども、すごい愛情をかけて育てて、てそれを見たらもうなんとかしたいなっていう思いになりました。バラもあるんだよね。バラ、これバラじゃないの？バラだね。ね、はい、じゃあすいません、次があるんで今日は帰ります。皆さんあとはよろしくお願いします。この動画を気に入ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。